はい、こんにちは、武田クリーニングです。今日ご紹介のアイテムはハイブランドなナイロンのコートでございますね。でロロピアーナです。イタリーですね。イタリー素晴らしい質感、本当に素晴らしいですね。パッと見いろんな素材が組み合わせてあることが分かるんですが、選択表示がですねもう消えちゃってて何書いてあるか全く分かんないんですよね。全く分かんない。でもお客様はちゃんと覚えて、いまして、お伺いしたところ、このシャカシャカする白いところ、これナイロンです。そしてこの袖の切り返しになっているこの部分とか、襟とか、フードの部分とか、あとは後ろ身頃が、後ろ身頃というかヨークですね、ヨークの部分なんかはカシミヤでございます。非常に肌触りがいいですね。それからですね、ここ襟の肥沃になっている部分、ここですね、このグレーの部分、こちらはですね、なんだっけな、ゴートスキン、ヤギの皮です。非常に柔らかくてね、質感のいいレザーがついています。ロロピアーナ、ほんと素晴らしいジャケットなんですが、こちらはですね、シミが、分かりますかね、ここからですねずっと色の段差がこの辺からですね、この辺からずっと下の方まで色の段差ができているんですよ。この辺からずっと下まで本当にね、よく見ないと分かんない。もちろんこうグロスというか光沢があってね、ちょっと見る角度によっては分かりづらいんですよ。ポケットのこの布が映り込んだりしますしね、ちょっと分かり、見えない、この布が映り込んだりして分かりづらいところではあるんですが、ちゃんと認識できるシミがあります。それから袖の裏のところにですね、輪染みが何箇所かございます。4箇所3箇所ぐらいあるかな。これもねまた目立たないんですよ。薄く分かんないんですけど、1箇所2箇所3箇所です。映ってないじゃん、すいません、一人で撮影してるので1箇所2箇所3箇所、ほんと分かんないね。ここでしょ、それからここでしょ、そしてここでね。これね、何がついたのかっていうの分かんないんですけど、お客様自分でね、この袖の汚れを取りたくて自分で洗ったそうなんですよ。洗濯機のなんだ、デリケートなコースというか、そのおしゃれ着洗いコースというか、一番その洗浄力の低いコースを選んで機械力をかけて洗ったそうなんですね。で残ってるシミなんだそうですよ。これね、家で洗ったって信じられないと思ったんですけど、何か望ましくない変化も生じていなかったんですよね。もう明らかに素材の特性から言えば一番デリケートなレザー、そしてカシミヤを考えると、まあ水洗いはふさわしくないメンテナンスだと思うし、中綿も入ってるからね、ここのナイロン素材に関しては、もしくは中綿の化学繊維に関しては、そしてこの裏地に関しては水洗いしても大丈夫だと思うけど、その他の素材はドライクリーニングがふさわしいと思うんですよ。しかしこの裏の風合いもすごく良くて、本当にソフトで柔らかくて肌触りがいいな。で水洗いして、で、なんかシミが取れなくて、まあシミはっていうか、この袖のシミは取れたんだけど、そのこういう輪染みみたいなのができてしまって、それを取りたくて今度はクリーニングに出したそうなんですけど、クリーニングに出してもそれは取れてこないというふうなことでしたね。だからっていうふうなことでお預かりしたんですけど、うわここやばいな、今見つけたこう金属がこう見えちゃってる、ここほらこれね、こうパチンとここ出っ張って、これ非常にデリケートなんですよ。高級なものほどデリケートで、耐久性が低いんですよ。まあだから贅沢品なんですよね、究極の贅沢品なので。ここね、ここほら中の金属がここオスとメスになっていて、
でそのメスの金具がついている、うわこういう小さいところにも LP ロロピアナって書いてあるんだね。そういうところがもう見える状態になっちゃってるな。こっちもこっちもお直ししにくいね、これだったら怖いね。そういうね傷んでるところは今回その洗浄力を重視した作業をすることでよりひどくなってしまうんじゃないかというふうな心配があるんですけども、でもとにかくここの黄ばみをですねきれいにしないことにはどうしようもないので、ここをきれいにできるようにですね、もちろんその他の素材ね望ましくない変化が生じないように意識して気をつけながらね慎重に丁寧に作業してみたいなというふうに思います。素晴らしいな、高かったろうな。高いものほど丈夫で長持ちというわけじゃないということをね認識してきてらっしゃると思うんですよ。高いものほどやっぱりツヤがあってね高級で高見えして、まあ高見えって高いから高見えするのは当たり前なんですけど、でも耐久性が劣るというかねメンテナンス性が劣るというかそういった傾向にあるのでシミがついちゃうとまあ大変だというふうなことですね。頑張ります。ここをね綺麗になるように頑張ってみます。はい、仕上がりがこちらでございます。まずね一番僕が心配していたこのレーザーですね、レーザーの部分大丈夫です、問題ございません。それからですねこのカシミヤの部分大丈夫です、問題ございません。それからここね、ちょっときほら下の金属下地になる金属が見えるよっていう風なところね、これのダメージも大きくなっていません、大丈夫です。非常にね、触った感じも風合いもよく仕上がっておりまして、お預かりの状態を保つというようなことで言えば全くその問題なく洗い上がっております。肝心のシミでございますね、まずここにドーッと目立つ感じでね色の段差ができていたんですが綺麗になりました。全然もう違和感ないですね。それからこっち右の袖のこのナイロン素材の部分にね輪じみができてたんですね、3箇所小さい輪じみなんですがこれも綺麗になりました。全くシミは残ってないです、大成功です、良かったです。お色も質感も風合いも全て保った状態で、すでにダメージがある部分というのはひどくなったりしないで、レザーも OK でそして、シミだけを綺麗にすることができました、良かったです。ロロピアーナの、いろんな素材がね、組み合わせてあるジャケット、フード付きのジャケットの、まあ、ジャケットというかコートですかねのシミ抜きなんですが、お色がねやっぱりこういったお色ですから汚れは目立つ傾向にあるんじゃないかなというふうに思いますね。男性の方は冬のアウターでこういったお色をなかなか選ばなくて、黒とかネイビーとかチャコールグレーとかダーク系のお色になりがちなんですけども、女性はねこういったお色を選ぶんですけど男性でこの色を選ぶっていうのはちょっと珍しい、少ない、珍しくはないか少ないんじゃないかなと思うんですよ。しかもやっぱりね素材感がすごくいいので、軽くてねしかも中綿も入ってますし、羽織るにはですねスタイリッシュでいいんじゃないかなというふうに思いますね。ブランドのロゴがダーンとこう書いてあるようなねこれを着てるんだっていうふうなのが多い中、男性はそういうのを着てるの多いですよ。カナダグースとかねノースフェイスとかで書いてある、パタゴニアも書いてあるしね、でも何にも書いてない、本当に分かんないけどなんかねその品があるというか上質だなというようなナイロン素材であってもこういったカシミヤが使われていたり、ちらっとねその襟元からレーザーが見えたりしてね、そういったところで差別化が、図れていいんじゃないかなというふうに思いますね。おしゃれですね。はい、ご利用ありがとうございます。それではまたね次の趣味抜きでお会いしましょう。武田クリーニングでした。